ナミさんお疲れ様です。今回ですね、私の方からちょっとね、一つお尋ねをしたいなと、そして情報発信のネタをね同時に提供したいなと思いますけども、先日埼玉県でその水着のね女性がたくさん集まって、でプールサイドでなんか撮影会をするっていうイベントを開催したらしいんですよ。でこの、まあ、水着の写真の撮影会みたいなイベントっていうのは今までも随分長いことあったと思いますし、まあ、例えばね少年誌とかヤングマガジンとかっていうのを見ると、関東にはね、つまり漫画の一番最初の方にはカラーの写真のページとかがあって、そこにはあの水着の女の子が出てくるとかいうところがあったと思うんですよ。でここでなんですけども、やっぱりね男性が女性の、まあ、そういった体を見てね美しいなと思うのは、これはもうなくせないことだと思うんですよ。これはすいませんけどもそう思いますしね。まあ時には男性の体もそれなりにねたくましくてかっこいいな美しいなって感じるところもあると思いますけども、世の中のニーズを単純に見た時に、まあ女性がねまあ、いろんなファッションに身を包んだりとか、それからおしゃれなね水着を着たりとかする姿ってやっぱり人目を引くし美しいと思うんですよ。女性から見てもそうだと思います。でもそういったものを撮影会でやるということになると、昨今ですねそれはどうも卑猥なんじゃないかなってことで中止になる例があるんですよね。で今回それが顕著になったのが埼玉県を中心とした水着撮影会の中止ということです。で、今回騒動になった発端っていうのは、共産党のちょっとね中高年の女性の議員さんが何人か集まって、そういうふうなイベントを中止にさせるように働きかけたっていうのが原因だったらしいんですよね。でそれははっきりとした原因であり、結果としてプールのオーナーさんっていうのも直前でですね、イベントの直前1日前2日前に中止、貸し出し中止を宣言して、非常に多くの参加者の方をがっかりさせたりとかね、そこで自分のファンをつかもうとか多くの方と交流しようと思っていたモデルさんにも仕事の場を失わせてしまったっていうことにもなりまして、ものすごいね反発があったわけですよ。やっぱここで問題になるのは、女性がね、そして若い女性が水着を着て写真を撮ってくださいとかね、みんな集まってください、私の体を見てください、もしくはおしゃれな水着との私の相性どうでしょうかっていうふうにお見せすることが卑猥にあたるっていう発想なんですよね。男性の立場から言わせてもらっても、必ずしも卑猥を目的としたもんではないような気がするんですよ。やっぱり女性が自分の自己顕示欲を満たすとかね、自分が多くの人に注目されたいっていう欲求を満たすために、まあ、様々なことをやっていく。その一つが例えば YouTube で喋るとかね、 VTuber であるとかね、それから文章を書くとか、その表現の一つとして、やっぱり自分の美を見てみたい、見てもらいたいとかね、天性の生まれたこの、まあ、見た目とかね、ルックスとか顔とか、それからボディとかね、生まれ持ったものにかけて、さらにねそれを磨きをかけて、何日も前から食事制限をしたりとか、シェイプアップをしてみたりとか、まあおしゃれなね水着なり、いろんな衣装をお金を出していろいろと試してみたりとか、本当涙ぐましい努力の末に発表会が、自分なりのステージがそのプールサイドにあるっていうことだと思うんですよね。でそれをね卑猥だっていうふうに女性が表現するっていうのはどうかなというふうに思うわけですよ。女性も私は卑猥ですよって言ってるわけじゃなくて、それなりに誇りを持ってプライドを持って、そして多くの方のもしかしたら励みになるかと思ってね、まあいろんな思いがあると思うんですよ。そこにはそこには性的な発散を目的したものだけではなくって、さまざまな思いがあるのを踏みにじってね、そんなことをしていくと。で中には未成年の方が出ているっていう例もあるっていうふうにも言われてるんですよ。で未成年の方は未成年の方でね、女性ね、例えば15、6歳の女の子だったら特にね卑猥な自分を見てくださいなんていうことは表現しないと私は思うんですよ。でもそれをですね、まあ、40代とか50代ぐらいの女性議員の方がね、卑猥だっていうふうに、そのなんか若い女の子の目を摘んでしまってるような気がするんですけどね、まあ中にはなんですかね、女性のその水着の姿とか写真集を見てね卑猥な気持ちになる人もいるでしょう。でもやっぱり男女の出会いっていうのはそういうところが抜きにはならないと思うんですよ。だからそれを隠そう隠そうとしてね、卑猥だ卑猥だっていうふうにして先入観をまたおかしな方向に植え付けてしまうことの方が罪が深いと思うんですけどもね。やっぱこう
職場とか街角でも、あ、なんかね、嫌さな言葉で言うと、いい女だなと思えば、その女の子に気に入られようと思ってね、みんな男性はおしゃれしてみたりとかね、紳士になるわけですよ。ちょっとおごってみようかな、気を引いてみようかなと思うわけですよね。じゃあそういった下心っていうのは、はっきり言って恋愛に邪魔なんでしょうかね。まあいわゆるね、スケベ心、下心っていうのも、女性も上手に手玉に取って、関係っていうのはできていくんじゃないかなと思うんですよ。時にはね、今日は好みの男性を落とそうと思ったら、女性なりにそれなりの雰囲気を出してきたりとかね、ちょっとね、肩紐のないドレスを着てみたりとかあると思うんですよ。で、それって卑猥なんですかね。恋愛の駆け引きとか、男女の駆け引きの一つとして捉えたら、もっともっと私は純粋なものに映ると思うんですけども、いかがなもんでしょうか。はい。なんかね、感じることがあれば、またネタにしていただきたいと思います。私はそんなにね、女性がね、卑猥な面しか持ってないとは思わないんですよ。やっぱり、美にかける思いとかね、若い女の子がミニスカートを履いてね、自分の、この足をね、長めに出すっていうのも、やっぱり自分に自信があるからやると思いますし、その自分に自信があるところを認めてくれる人と仲良くなるっていうところはあると思うんだよね。で、男性もそんなにね、それだけを目的にしませんよ、ほんと。もうちょっと女性の精神性に対して男性が興味を持っているところを認めてもいいんじゃないかなと思いますし、まあ確かに一部の方がね、まあ卑猥な目を向けることがあると思いますよ、やっぱり際どい格好をすればね。だけどもそれが全体だっていうふうに解釈して全体のそのイベントを否定してしまうのは、これまた行き過ぎかなと思うんですよ。どうでしょうかね。はい。じゃあ今回は以上です。お疲れ様です。